パンプーリャの近代建築群は、ブラジルベロオリゾンテ市北東部に位置する人造湖周辺に形成された庭園都市の建造物群である。パンプーリャ湖周辺の建造物群は、後に、ブラジル大統領となるベロオリゾンテ市長、ジュセリーのクビチェックが、若き建築家、オスカー・ニーマイヤーを招聘して建造させたものである。ニーマイヤーは著名な建築家や、 ロバート・ブール・マルクスなど芸術家たちと共に、現在ではブラジル最初期かつ最も顕著な例とされる、モダニズム建築を手掛けた。2016年7月に、ユネスコの世界遺産リストに登録された。この物件が、世界遺産の暫定リストに記載されたのは1996年9月6日のことであった。当初の名称は、パンプーリャ・湖畔の観光、レジャー建築物群である。 パンプリアの近代建築軍の名での正式な推薦は2015年1月31日に行われ世界文化遺産の諮問機関である国際記念物遺跡会議は翌春に登録を勧告した。その年の第40回世界遺産委員会では韓国通りに正式登録された。世界遺産としての正式登録名は英語パンプラモダンアンサンブル及びフランス語 アンサンブルモダンでパンプラである。その日本語名は以下のようにいくらかの揺れがある。パンプーリャ湖周辺図、オスカー・ニーマイヤーが手掛けた主要建築物はいずれもロバート・ブール・マルクスのランドスケープデザインの中に位置づけられている。世界遺産はサンフランシスコ礼拝堂、美術館、カーサドバイリィ、ヨット・クラブ、ニーマイヤー邸などからなるパンプーリャ美術館。 パンプーリア美術館は、ニーマイヤーが最初に手掛けた建物で、その分、ニーマイヤーが影響を受けたルコルビュジエの要素が、他の建物よりも色濃く反映されている。構造技師は、ジョア・キムカルドゾ。もともとは、カジノとして設計されたものであり、賭博室には、レストラン、劇場なども内包した複合施設であったが、賭博に対する法規制によって、実際に、 カジノとして機能していた期間は短い。1957年に美術館として再開された。クリスタル宮殿とも呼ばれ、ブラジル国内の芸術家によるものを中心に1600以上の作品を収蔵している。庭園の造成はロバート・ブール・マルクスによるもので、1997年に復元された。カーサ・ドバイリ・カーサ・ドバイリはもともとレストランにオーケストラ、 舞台などが併設されていた施設である。1943年に開場されたが、火事の禁止の余波を受けて閉鎖。この建物は、湖畔の地形に沿うように曲線的なデザインを取り入れており、ニーマイヤー建築の特色である、曲線美が活かされた建築となっている。構造技師はアルビノフロウフェ。現在は多目的スペースとして利用されている。美術館の別館としても使用された。 2002年にニーマイヤー自身の再設計により全面的にリフォームされている。ロバート・ブール・マルクスの設計した庭園は現存しておらず、現在の庭園はリカルド・サムエル・ジ・ラナが自身の解釈を交えて再現したものである。ヨットクラブは1942年に建設された施設で構造技師はジョア・キム・カルドゾ。当初はゴルフヨットクラブとして建設され、 現在はヨットテニスクラブとなっているが、野外のゴルフコースが存在していた時期はない。建物には、プール、テニスコート、バスケットコートなどがあり、休憩室、読書室などが2階に併設されている。バタフライルーフと呼ばれる蝶の羽のような両端が高い、屋根が特徴で、該当する区画の天井を高くする、機能的に言うと、単調なシルエットからの脱却という視覚的に言うが、 備わっている。ポルチナーリの壁画サンフランシスコジアシス教会は1943年に建設された教会で構造技師はジョアキム・カルドゾである。コンクリートシェルが宗教建造物に利用された最初の例であり、外壁はカンディド・ポルチナーリが手がけた青を基調とする壁画に飾られている。 壁画に描かれているのは、足地の聖フランチェスコの生涯や、貧民、罪人、病人に寄り添うイエスキリストの姿である。しかし、その斬新さは、オーロプレットのサンフランシスコ教会のような建物を求める市長、ジュセリーの首チェックから割り返されず、取り壊しさえも要求された。この建物は、宗教建築のあり方について、議論を喚起し、 一般的なカトリックの教会とは大きく構造が異なり、ダイム氏は悪魔の防空壕のようだと告評した。カトリック教会として正式に建造されたのは1959年のことであった。首チェックの家は市長首チェックの終末用の別邸として建設されたもので、ヨットクラブに続いてバタフライルーフが導入されている。上に挙げた四軒の建物と異なり、 世界遺産登録範囲の外側にある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。これらの基準の適用にあたって、アイコモスが評価したのは、モダニズム建築、ランドスケープデザイン、造形芸術の優れた融合であることや、世界恐慌を経験した後の新たなガーデンシティの発展段階を示していることなどである。ありがとうございます。